それでは大変お待たせいたしました。会場の皆様、そしてオンラインでの皆様、本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。オンラインでも多くの方が参加くださっていると伺っております。それではただいまから福島県中小企業向け DX 推進セミナーを開会いたします。このセミナーは福島民放社の主催、東方銀行の共催、 IT 導入補助金事務局の協力、福島商工会議所の講演で開催しております。本日司会進行を務めさせていただきます高田歩美と申します。皆様と一緒に DX、 デジタルトランスフォーメーションについて理解を深めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、第1部講演に入らせていただきます。第1部は東北地域のデジタル化、 DX の状況と取り組みについてと題しまして、東北経済産業局地域経済部製造産業情報政策課デジタル政策担当千葉正幸参事官にお話をいただきます。講演は30分を予定しております。それでは参事官、よろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお送りください。皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました、東京経済産業局デジタル政策担当しております千葉でございます。本日は師走の大変お忙しいところですね、貴重なお時間いただきましてありがとうございます。私の方からこの、本題にはございますけれども、東北地域のデジタル化、DX の状況、取り組みということでございます。国全体としてですね、どのようなデジタル化、特に経産省でございますけれども、どのような背景の中でですね、デジタル化を進めているのかというところを少しご紹介できればと思っております。まず最初ですけれども、新型コロナがですね、始まって以来、国のデジタル化の遅れもですね、非常に露呈もしてきたところでございますけれども、今なぜこのデジタル化 DX が必要なのかというところ、非常にデジタル化 DX 必要だよと、いろいろこう声高にですね、日々聞こえてくるところがあるとは思うんですけれども、なぜ必要なのかというところをちょっと振り返ってみたいと思います。新型コロナだけではなくてですね、これにありますように、まずは労働力が減少していくと、これは2040年にはですね、約3割ほど減少していく、こういう現実がございます。でさらに言うと、その人口が減っていくにもかかわらずですね、じゃあ労働生産性、代わりの労働生産性が日本高いのかといいますと、実は OECD の中でも28位ということで、非常に下位に低迷しているというところで、やはりこれを代替していくには、やはりデジタルによってですね、人の今の働きをです、変えていく、もしくは労働生産性を上げていかないとですね、やっぱり持続的な経済というのは回っていかないだろうというところがまずございます。それとですね、下にございますように、その新型コロナであったりですね、今年に始まりますと、ウクライナでの戦争であったり、あとはそれに伴う資源高、燃料高であったりですね、円安、最近また円高になりました。そういうような経済情勢がですね、非常に変わっていく、急激に変わっていくような状況、あとは社会的な課題ということでですね、温暖化に対するですね、カーボンニュートラルであったり、あとはもう世界的なデジタル化の流れであったり、また今日の本題でありますように制度的な変化ですね、インボイス対応であったりというところ、これに対して柔軟に対応していくということについてですね、やはりデジタル化、デジタルのツールを使っていくというのが非常に重要ではないかということで、このデジタル化 DX というのを進めているというところであります。で今日本の現状でございます、日本の経済の現状でございますけれども、失われた30年と言われておりますけれども、日本のその一人当たりの GDP というのはですね、1990年から、あまり大きく、成長していないというような状況でございまして、他の米国、英国、ドイツに関しましては 50% 程度の、成長率がありますけれども、日本は3割程度というようなところでとどまっていると。でこれはどういう原因かというところでございまして、これは
アメリカとですね、日本の GDP におけるですね、GDP とあとはそのデジタル投資の、まあ、相関を取った表になってございます。日本の GDP もですね、あとデジタル投資と、このグラフの方の線はデジタル投資なんですけれども、ほぼ、横ばいになっていると。一方で米国の場合についてはデジタル投資が増えるとともにですね、GDP にも増えているということで、デジタル投資と GDP の動きとほぼ連動しているというような分析がなされています。よってデジタル投資の遅れがですね、この後ろにあった30年の大きな原因だというような指摘になっているという状況でございます。そういう意味でデジタル投資をいかに進めていくんだということが、まあ、重要だということで、政府としても進めているというようなところになってございます。でまあ、国全体の中 です、ね、じゃあ東北地域のデジタル化の状況はどうなのかというところでございまして、これは東北活性化研究センターというところが今年の4月にです、ね、発表した、まあ、東北管内の企業のです、ね、アンケート調査でございます。でここで読みますとです、ね、約6割がです、ねまあ、進んでない、あまり進んでないというような状況になっていると。でまあ、それの要因としてはどのようなことがあり得るのかということで、それは右が向かって左側になりますけれども、まあ、大きく3点、その必要な支援としてですね、挙げられているものがございまして、まず一つとしてデジタル化に関する人材育成、やはりやっぱりデジタル人材がいないとなかなか社内のデジタルも進んでいかないというところ、あとはじゃあ実際にデジタル化をですね進めていったことによってどんな効果があるんですかというところの事例をぜひ紹介してほしいと。でさらにはデジタル化をですね進めるためにやっぱりお金がかかりますということで、それに対する補助金の拡充ということがですね大きく3点として、支援として要望がされているというような状況になってございます。まあ、こういうところをですねメインに我々としてもですね支援の方の拡充を行っているというものになります。でこのデジタル化に関する補助の拡充という意味で今回、セミナーになっております IT 導入補助金がですね一つの、補助金としてのですね、支援策ということになります。それで実際にじゃあ IT 導入補助金ですね、平成29年からこの制度始まってございますけれども、まあこれ昨年度令和3年度までの実績になってございまして、これは東北6県の経とですね、あと全国との比較をしたものでございます。で、全国で言いますと、東北6県、4.6% の利用数になります。これは採択額に、採択件数になりますけれども、で大体東北ですね、大体全国の GDP でいうと 7% ぐらいを占めますので、こういう補助金とかにつきましてもですね、やはり 7% ぐらいを目標にですね、いつも活用の、を進めておるんですけれども、なかなかそこまで至ってないという意味で、やはりちょっとこう、IT 導入のですね、状況が他地域よりもちょっと遅れているというような状況になってございます。で福島県に関しましては、東北でいうとですね、宮城県の次に活用いただいているというところでございますけれども、ぜひこのセミナーを機会にですね、この活用をですね、進んでいただければなというように思っているところでございます。で、ちょっとまあ話は変わるんです。これは東映だけになりますけれども、これは電車の中のですね、風景を写真で撮ったものでございまして、向かって左側はですね、2000年頃ですね、まだスマホが出てない状況の時の電車の状況です。これはもう皆さん座りながらですね、待ち時間、新聞とか本を読んでると。で、現在につきましてはですね、ほとんどの皆さんが、スマホを見ているということです。ということはですね、これを見て皆さん感じられたと思いますけれども、日常にはほとんどデジタルっていうのがですね、当たり前になってきていると。ネットワークにつながって日々ですねデジタルをサービスを利用しているというようなところでして、個人レベルで言うとですね、おそらくそういうデジタルリテラシーっていうのは決して他の他の国に比べてはですね劣っていることではないと思うんですね。ただどうしても企業と会社というところになると、まあなかなかその IT デジタルの導入がまあ進んでいないというのが現状なのかなと思います。で私の、まあ、
ちなみに私の母親もですね、80になるんですけども、もう先日ですね、スマホにですね、買い替えて、もうあの LINE とかをですね、始めてるような感じなので、もう基本的に皆さんもデジタルリテラシーはある程度あるんじゃないかと思っています。で、これがあの個人のデジタル度っていうことで、デジタル庁がですね、昨年あの全国のですね、いろいろアンケートなり統計を取ったものでございまして、この中にもスマートフォンっていうのはですね、86%、まず 87% 近いことで保有していると。でほとんどの皆さんもう保有してるんですね。で年代でも、30代はもう 99% だし、70代でも 71% ということです。なのでもうデジタル化はもう皆さん日常的に進んでるというところだと思っています。でこれをいかに企業として進めていくか、これが今課題になっているのかなと思います。で中堅中小企業における DX の必要性ということでございますけれども、あの、まあ、これデジタル技術を活用してですね、新しいビジネスモデルを転換する方、まあ、新規参入者によっていろんな、まあ、ビジネス環境と変化しております。まあ、あのよく言われるアマゾンであったりですね、もしくはネットフリックスであったり、今まで、商店に買いに行かないといけなかったものがもうワンクリックで翌日、配達されたり、今までレンタル店に行ってですねビデオを借りてこなかったのが、まあ、いつでもどこでもビデオが好きなだけ見られるというような、ビジネスモデルが変わっていった中でですね、環境も大きく変化していると。でこれはもう大企業だけどものがそれがあのできるってわけでは、むしろ中小企業がですね、そういう取り組みのチャンスが広がってるんじゃないかということでございます。アマゾンもネットフリックスも楽天ももともとは、小さい企業からですね、新しいサービスを考え、それを、デジタルでですね実現して、今やこのような、大きなビジネスをしているというところでございまして、中小企業ほどですね、やはりそういうチャンスが広がってるんじゃないかと思います。この下の方にですね、あの大企業と中小企業のアンケートとありますけれども、やはりあの特に電子商取引で言いますとですね、まあ、EC サイトでございますけれども、中小企業の方が大企業よりも活用しているというような調査結果もありますように、今までリーチできなかったところにこのデジタルを活用してですね、新しい顧客を獲得できているような、実際そのような状況になっているんじゃないかというようなことでございます。で、まあ、デジタル化 DX の構造ということで、まあ、DX って、ね、デジタルトランスフォーメーションということで、あのよく耳にすると思いますけれども、まあ、経産省の方でですね、まあ、一応こういう整理をしております。デジタル化 DX ということで、まあ、3つの段階ということで、整理をしてございまして、まず一つはデジタイゼーションというですね、これアナログとか物理データのデジタル化のデータ化ということで、これはまあ今まで紙ベースで手書きであったものをまあまあデータ化していき、まあ、Excel でにの表にしていきますとか、あとはその今まで電話だったのをまあ E メールにしていきますとか、まあ、そのようなまあアナログのものをですね、データ化していく、デジタル化していくのはデジタイゼーションです。でデジタライゼーション、次の段階になりますけれども、個別製造、業務、製造プロセスのデジタル化ということで、これはあのいわゆるその会計システムだったりですね、在庫管理であって、勤怠であったりところをですね、まあ、システム化していくというようなところになります。で最後に デジタルトランスフォーメーション、これは DX と言われているものでございます。これはあの、ここにあります組織横断全体の業務、製造プロセスのデジタル化、あと顧客起点の価値創造創出のための事業はビジネスモデル変革ってある、まあ、ちょっと非常に長ったらしく難しいんですが、要はですね、まあ、デジタル化を使っていかに組織を変えていくかとか、もしくはデジタル の, そのビジネスモデルをですね、変えていくかみたいな、いわゆるデジタル化を活用してですね、デジタルを活用してですね、そういうまあ変革を行っていくというものになります。なのでデジタルが多く化をするのは目的ではなくて、デジタルを活用すると、それによっていかに業務を変えていくのかとか、ビジネスを変えていくのか、そういうところを着目しているものでございます。で、こういう段階に応じてですね、支援の取り組みもですね、変わってくるところもありますので、まずは初期段階のですね、デジタイゼーションとか、デジタライゼーションの時については、まずは最初に気づきであったり、
その気づきの中でですね、実際導入するという時の、まあ、IT ツールの導入、まあ、ここはまさに今回セミナーのメインになっている IT 導入補助金とかですね、一番の最初の、一歩になってくるところでございます。まあ、その後次に実際具体的なサービスとか、製品とかもしくは組織を変革をしていくという場合については、まあ、伴走の支援であったり、さらにはそれをですね、開発するための、まあ、資金に対するですね、まあ、補助制度であったりということで、支援をしていくというような形でですね、支援の取り組みを進めてございます。で、まず最初のデジタル化のステップということでございますけれども、まずまあ気づきの機会の提供からですね、 IT ツールの導入というところで、切れ目なくですね、支援の拡充を進めているところでございます。まあ、知るから実行までというところ、最初知るというところでございますけれども、まあ、3つほどですね、知るためのツールを準備してございます。ウェブ上でですね、まあ、自学で学習できるような、学び、これ DX でもデラックスという読み方になるんですけれども、やはりそのポータルサイトにですね、まあ、デジタルに関係するような学習コンテンツの方を今年度から作って開設しておりまして、まあ、初歩的なデジタル化の知識からですね、あとまあ資格を取れるところまでの専門的なですね、学習内容までこのポータルサイトの方で公開してございます。一部まあ無料もございますし、あとはまあ資格みたいな専門的なものはまず有料で受講することは可能になってございます。それと IT 戦略ナビとミラデジ経営チェックというものがございます。これもどちらかというとですね、まあ両方、まあ似たようなものなんですけれども、自身のですね、経営課題をチェックをしまして、その中で必要な IT の戦略であったりですね、そういうものが、そのウェブ上でわかるというところで、このまあ気づきを与えるツールとしてですね、まあ公開しているものでございます。で、ミラデジに関しましては後ほどご説明があると思いますけど、さらにミラデジについては、まあ、専門家がですね、リモートで相談に乗ってくれるというようなところで、さらに一歩で踏み込んだ支援をしていただけるような、非常に丁寧なですね、内容になってございます。で、この気づきの中からですね、実際にじゃあ、IT を導入したいという場合については、IT 導入補助金ということで、資金のですね、その必要な、パッケージが、まあ、一応メインになるんですけども、まあ、それに対するですね、購入費用に対して、補助金を出しているということでございます。これは2分の1から3分の2までということで、非常に補助率もですね、高いものになってございますし、またこのインボイス制度対応のですね、ためにですね、これまで IT 導入補助金というのは、そのソフトウェアだけの対象だったんですけども、レジとか PC とか、そのインボイスに関係するハードもですね、このインボイス対応については、拡充されておりますので、ぜひこれはご活用いただければと思います。またそのデジタル化を進めるにあたっては、今度はセキュリティというのも重要になってきてございます。で、今年の8月からは、セキュリティに対するですね、サービスに対しても枠を広げてまして、セキュリティ対策推進枠ということで、拡充してございます。なので、ぜひその、まずは最初の一歩として IT 導入補助金というのをですね、活用いただければと思います。こちら参考までにそのデジタル人材プラットフォームとですね、ポータルサイトの、この画面になってございます。このような、学び DX と、検索いただければ、そこにたどり着くと思いますので、まあ、ちょっと興味ありましたら、ぜひ、ご覧いただければと思います。まあ、内容もですね、このように、初期的なですね、初めての AI とはですね、まあ、今学びたい お役立ちコンテンツとみたいな初歩的なものからですね、このようにデータサイエンスのですね、資格を取りますとか、資格向けの認定コースまで、幅広くございますので、初歩の方からまあ専門的なところまでですね、カバーできるような内容になってございます。で、国全体としましてもですね、やはりこのデジタル人材、これは高度でいわゆるソフトウェア会社で活躍されるような方とですね、さらにはその普通の会社の中でですね、デジタルを推進していくような方も含めて、デジタル人材がやはり不足しているというところの課題を持っておりまして、5年間でですね、そのデジタル関連の人材をですね、育成するというようなプラットフォームもできております。
でこれが先ほど申し上げた、ポータルサイトから入っていただいた中でですね、さらにその座学でですね、研修いただけるようなコースも、用意してございまして、最後にはですね現場研修ということで、地域の中小企業の方でデジタルの課題を持っているところに実際に学んでいただいたあの方がですね、現場に入っていって一緒に課題解決をしていくような、そこでですね実際にその解決の策のですね、まあ学んだことを現場でやってみてですね、まあそこでまああの技術をさらに習得していくというようなプラットフォームを作ってございます。でこれまあ5年間でですね約30万人のデジタル関係の人材を作っていこうというのが目標で今進めているところでございます。でこちらが IT 戦略ナビということで、これも5分間でですね、まあ、自社の課題とかを入れることによって、まあ、どのようなツールが必要なのかというのがですね、まあ判定していただくようなツールになってございます。でこれはミラデジになりますね。でこれも同じようなことなんですけど、ステップ2にありますようにそのミラデジのですね、まあ、そのチェックしたものに対してですね、専門家の方からリモートでですね、いろいろアドバイスを受けられるというところでサービスが、まあ、拡充されているというところでございます。でこれまでは、まあまあ、全国的な取り組みになってございます。で、まあ、計算局としてもですね、先ほどの東北管内の、ちょっといろいろな、アンケートとかいうニーズも踏まえて、独自の取り組みをしてございまして、まあ、セミナーとか、まあ研修のを開催してございます。特に DX セミナーという名前でですね、まあ、中堅中小企業の経営者を対象にですね、まあ、DX の動向とか、あとまあ身近な IT ソリューションとか、そういうものの事例を紹介してございます。それとあと DX 塾という研修ではですね、そのまあ実現に向けてですね、まあ、いろんなその具体的な、まあ、事業計画であったり IT 戦略であったり、そういうものをですね実際に策定するような、研修をしてございまして、まあ、そこで研修で持ち帰っていられて自社でですね実際に取り組んでいく、少し踏み込んだ、セミナーから踏み込んだ研修制度というのも、年に数回ですね行っております。でもう一つがですね、東北 DX 対象ということで、先ほどのアンケートで身近な事例が欲しいと知りたいというようなニーズもございましてですね、これ昨年度から開催し創設したものなんですけども、まあ、東北地域においてですね、まあ、デジタル技術を駆使して製品サービスの高付加価値化や、まあ、新事業の展開、業務プロセスの効率化を実践し、まあ、DX 挑戦するですね企業や、まあ、それらの人材育成の支援を積極的に展開している団体をですね表彰してございます。今年度もですね実施しておりまして、まあ優秀賞、最優秀賞、優秀特別賞ということで12賞を選定しまして、まあ先月の11月30日ですけれども表彰式を行ってございます。福島県様、福島県からのですね最優秀賞と製品サービス部門ということで影山建設さんもですね、表彰させていただいております。で、まあ、どういう案件かといいますとですね、ちょっとこれ昨年も開催してるんですけども、昨年はアクセンチュアさん、これ会津若松でですね、今会津若松の、まあ、スマートシティの、いわゆるも都市応接含めた OS 含めたですね、いろんな取り組みを先進的に行われているんですけども、そのスマートシティへの支援ということで支援部門で優秀賞を取られております。でこの会津若松 の、まあ、そのスマートシティ自体ですね、デジタル田園都市構想の本当にモデルとなったようなところでございまして、非常に福島県の中でもです、まあ、福島県だけじゃなくてですね、全国でも非常に優秀な取り組みということで評価されているものでございます。で今年度の製品サービス部門の最優秀賞でございます影山建設様でございますけれども、これは影山建設さん、まあ、建設業でありながらですね、この建設業のやはりこう生産性効率を上げるため、特に中小企業の建設業はなかなかやっぱり生産性が上がらないというところがあってですね、自らがですね、その
建設情報の可視化アプリビルモアっていうのを開発されてですね、それを地域の中小企業、中小建設業様に使っていただいて、全体のですね、生産性を上げようというようなサービスを展開しているということで、まさにこうトランスフォーメーションしたわけですね。今まで建設業だったものを新たにソフトウェアサービスというところでですね、そういうサービスを展開していくと。で、さらに同じ業界のですね、生産性を上げていこうというような取り組みをされているということで、非常に高い評価を受けてですね、最優秀賞を授与されたということになってございます。なので非常にも身近な福島県内でも身近な事例と非常に優秀な事例があるということでございます。まあ、この後、またあの事例紹介もございますけれども、まあ、そういう事例をですね、やっぱり知っていただく機会を多く増やしていくというのが、一つですね、実ガルを進める機会になっていくのかなと思っております。それと DX に向けた伴走支援ということでですね、なかなかやっぱり一人だけでは、進むことができない専門的な、ことも必要だということもございますので、特にその中小中堅企業のですね、デジタル化 DX を実現するため、地域ぐるみでですね、サポートをする、支援するコミュニティについてですね、その活動費を、今年度からですけれども、経産省の方でですね、支援をしてございます。まあ、そういう地域ぐるみの支援のですね、盛り上がりがあることによってですね、全国で、全国の地域でですね、デジタルが進むんじゃないかという期待を込めてですね、このような支援をしているというところでございます。それとあと実際にですね、じゃあパッケージじゃなくて新たに製品を作りたいとか、新たにスクラッチ、まあ、作り込んでですね、自社用の生産システムを作りたいとか、そういう場合についてはものづくり補助金というのがございまして、その中でその開発費についてですね、設備導入の経費についてとか、またはシステム構築の費用とか、そういうものに対して、まあ、補助金をですね、出す制度がございます。で、あとはその新たに新規事業をですね、デジタル化で、進んでいきたいという場合について、まあ、これはものづくり補助金は別なんですけども、まあ、実証する費用についてですね、マーケティングであったりですね、施策であったり、そういうものに作る、かかる費用についてですね、補助する制度も今年度から始まってございます。これは地域発デジタルイノベーションってございますけども、それはデジタルイノベーションを起こすためのですね、製品開発の方を対象とした、支援策になってございます。で、これは地域 DX コミュニティの一例なんですけども、東北は2か所ですね、今補助金の対象として採択されておりまして、一つが仙台東北エコシステムということで、活動地域としては東北6県プラス新潟なんですけれども、仙台にありますですね、一般社団法人 DX ネクスト東北と、これは東北の地域、特に宮城のベンダーさんが中心となってですね、地域の企業のデジタル化を進めようということで、一般社団法人をですね、設立しまして活動を始めたわけでございますけれども、その活動に対してですね、国としてその活動費を支援しているというようになってございます。もしこれから、DX を進めたい、デジタルを進めたいというときに、ちょっと相談相手としてね、こちらの方にも、問い合わせ先もございますので、問い合わせいただければ、伴走的な支援をさせていただく形になりますので、どうぞご検討いただければと思います。はい、であとはその行政もですね、今一緒になってですね、東北地域のデジタル化を進めようということでございます。どうしても経産省は経産省の予算支援策、農水省は農水省の支援策ってこうバラバラと発信しておりましてですね、なかなかこうどれを使っていいかわからないとか、もしくはいろいろな情報があって分かりづらいとかっていう、やはりお声が あったということもありまして、今年の5月ですけども、東北経済連合会とですね、東北地域における関係省庁の支部局ですね、東北経産局とか、地方整備局とかですね、総合通信局とか、農政局とか、そういうところが集まりましてですね、
そのデジタル化の施策のですね、共有化であったり、あとは、まあ、あの発信であったり、そういうものを一緒にと、まあ、進めましょうというような取り組みを進めてございます。まあ、その一つとしてですね、今年の7月に、デジタル化 DX 関係省庁セミナーということで、オンラインでですね、セミナーの方を開催してございます。これからもですね、新しい予算、新しい施策が出るたびに、まあ、年 1,2 回になるかと思いますけども、このような合同セミナーの方を開催しながらですね、このデジタル化に関する施策の方の発信をしていきたいというふうに思ってございます。で、最後でございますけれども、まあ、いろいろと申し上げたところはあるんですけど、やはりこうDX デジタル化の成功のポイントというところを少し紹介させていただければと思っています。これは実際にですね、まあ、デジタル化 DX に取り組む企業の事例からですね、ちょっとポイントを抽出したものでございまして、まあ、5つほどポイントがございます。1つはやはり気づきときっかけと経営者のリーダーシップということで、やはり特に中小企業の皆様はですね、やっぱりリーダーシップ、特に経営者の方がですね、このデジタル化を進めるというような、やっぱり思いがないとなかなか進まないというのが、実際かなと思っています。まあ、そのためにやはりきっかけをですね、いかに得る機会があるのかと、まあ、こういうようなセミナーでですね、この、きっかけを得ていただくというのが一番、できっかけを得たものをですね、実際に実行に移すというところがまずは経営者の方がですね、重要なポイントになってくるかなと思います。それとまずは身近なところからということで、いきなり DX ですよということで、組織を変えましょうとかビジネスモデルを変えていきましょう、なかなかそれは難しいところがあります。まずは身近な業のデジタル化であったりですね、まあ、既存のデータとか身近なデータの収集と活用とか、そういうところを始めていくというのがまずは第一歩じゃないかと思います。あと、その次に外部の視点、デジタル人材の確保ということで、やはり日々そのデジタル技術っていうのはですね、まあ、進歩していくわけでございまして、なかなか自分だけで習得していく、企業様だけで習得して、もうリソースがもう限りありますので、なかなか難しいところがあると思います。まあ、そのためにやっぱり外部のですね、人材の、まあ、活用されるというのが必要なのかなと。特にまあ今回の共催でございます東方銀行様のようなですね、まあ、そういう外部、いつも常につながっているような支援機関であったり、もしくはお近くのですね、ベンダーさんであったりというところに、商工会議所の結構ですし、そういうところのある意味人材を活用していくというのが必要ではないかということでございます。それとあと4つ目でございますけれども、まあ、DX のプロセスを通じてはビジネスモデルの組織文化の変革ということで、ただ単に今のですね、業務もしくはを単純にデジタル化に置き換えますよっていうのはなかなかうまくいかない場合が多いですね。ですので、そのデジタル活用を進めるためにですね、その業務だったり組織だったりっていうのをやっぱり見直すきっかけとして進めていただくと。それによってさらに効率が上がっていくと。もしくは生産性が上がっていくということになってくるということでございます。で、これが一番最後です。一番重要なところでございまして、これいきなりすぐ、AI 入れました、デジタル入れました、クラウドサービス活用しましたかといってすぐにですね結果が出るものではないというのは、ご承知いただきたいと思います。非常に、成功している事例であってもですね、やはり5年後10年後ある程度ですね、継続してデジタル化を進めていく、もしくは組織を見直していくということによってですね、大きな成果が後々出ているということが多くございます。なので、まず一度入れたからといって、すぐに、まあ、出ないからですね、成果が出ないから、まあ、もうやめてしまいましょうというところ、これは気持ちは非常にわかりますけれども、やはりこれを我慢しながらですね、続けて継続していくと。これがまあ、最終的な成果につながっていくんじゃないかと思います。やはりこれは、改善活動と一緒だと思いますね。デジタルも常に、取り組んでいくことによっていつかですね気づいたときには大きな成果になっていくというものかなと思っております。で、以上が私のですね、私からの、まあ、内容お話しする内容になります。非常に長時間にわたりですね、ご清聴いただきありがとうございます。このセミナーがですね、ご聴講の皆様のですね、デジタル化を進める、まあ、後押しになることをですね、
記念いたしまして、私の講演をです、ね、終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。千葉参事官でした。 DX 推進のための仕組みがこんなに整ってるんだということを改めて学びました。ありがとうございました。とても一度大きな拍手をお送りください。はじめに皆様に講演をお聞きいただきました。さあここからは我が社は DX 推進でこう変わったと題しまして、福島県内の企業の方にご登場いただきます。実際に社内でなぜ DX を進めようと思ったのか、そして進めることでどのような変化があったのかをご紹介いただきます。それでははじめに福島市の東北コピー販売株式会社高橋豪代表取締役にご登壇いただきます。それではお願いいたします。どうぞ拍手でお迎えください。皆様こんにちは。東北コピー販売の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。実は先月ですね、アメリカシリコンバレーに行っておりまして、マイクロソフトの本社とかあちこち見てきて、その話した方がもしかしたらいいのかなというふうに思うんですが、いただいたお題がですね、手前どもがどう変わったかということよりもどう変わってきているかというところをですね、お話をしていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最初にですね、簡単に本当に簡単に会社の紹介をさせていただきます。福島市内に本社がございます。そして、事業内容はですね、社名通りというか期待を裏切らないというかですね、コピー機、画像機器の販売を中心として、事業をやっております。そしていろんな賞をですね、実はここ数年、受賞しております。後々お話しするんですが、社内のシステムをですね、かなり強力にクラウド化を推進してまいりました。その評価をですね、いただいてこんな賞をいただいております。で続きまして自分の紹介なんですが、2015年に当社の代表取締役に就任をいたしまして8期目を迎えます。今リスキリングという言葉がですね、あちらこちらで聞かれるかなと思いますが、やはり経営者トップ自らがですね、リスキリングをしなくてはいけないということで、こんな資格をですね、つらつらと取ってございますというのが会社の紹介と自己紹介になってございます。でここからですね、どんなことをやってきたかというようなお話に移りたいなと思うんですが、実際どう変わったのかと、一番分かりやすい見た目はですね、こういうところからこうなりましたというのが一番分かりやすいかなというふうに思います。コピー屋さんですが、かなりペーパーレスを推進してきました。ただこれは DX というよりも業務改善の結果です。ただ弊社はこの業務改善を通して新しいビジネスモデルというものが見えてきました。そこをお話をしてまいりたいなと思います。そもそもなぜこんなに業務改善というものを徹底的に推進したのかというとですね、まあ、仕事を楽にするというふうに書いてあるんですが、従業員が業務処理している姿を見てですね、これは何とかしないとうちの社員潰れちゃうなと、それが最初でした。まあ仕事を楽にするイコール従業員を楽にしてあげるというところのスタートでした。でそこからですね、いろいろもっとこうならないんですかとか、こうしたいんですか、仕事が楽になれば考える余裕もできてですね、いろんな新しいアイディア、新しい発想が出てくるようになりました。これ続けていけば仕事が楽しくなるんじゃないかなと、同じ感じではありますが捉え方はまるっきり違うものになってくるんではないかなと、良くなる実感、仕事が楽しくなる、そんな企業文化が作ることができました。これが私たちの DX 推進の賜物になったのかなと思っています。ただこれ従業員に勝手にやれと言っても前には進みません。先ほど千葉様の方からお話がありましたが、やはりトップの決断というのが必要です。私が社長になった時に業務改善徹底的にやるぞというようなトップダウンをしました。
ただトップダウンをしただけでも意味がないと、このトップダウンの中身に意味があるというふうに私は思っています。まあ、こんな英語は多分ないと思うんですが、私はトップオーダーという言い方をしています。まあ、トップからの依頼事項だと。ただもちろん依頼する側には説明責任があると、現場に行って会社をこういうふうにしたいんだと、こういう業務はこういうふうに変えていきたいんだという話をですね、現場に行って話をしました。まあ、トップとしての方向性をしっかりと指し示すということをやってきました。これがトップダウンの中身です。ただトップダウンした以上はですね、現場にある程度の権限を与えます。我慢も大事ということはこの数年でですね、強く身に染みた部分でもございます。でこういうことをやりながら、実際にですね、まずは業務改善をするにしろ、 DX を進めていくにしろ、現状把握をしないと前に進まないというところで、会社の業務フローをすべて書き起こしました。どういうふうに業務が流れているのか、どんな書類があるのか、で紙書類を PDF にするのはどこなのかというようなところを書き起こしていきました。ただこれ書き起こしたことでいくつか見えてきたことがあります。それは複数転記、これ皆さんも会社の中であるんじゃないかなと思います。誰かが手書きで書いてきた書類をデータに移し替える。まあ、A というシステムに入れます。今度は B というシステムに入れます。じゃあこのデータを使って今度は請求書を起こしますとかですね、複数転記をしている場所というのが見えてきました。その後、新たな業務、これもあるあるだと思います。任された従業員の方がよりやりやすいように自分内図した Excel を作ってみたりですね、自分内図されたアクセスでちょっといじってみたり、でその方が辞めるとどうしようもなくなってしまう。でもそれが新たな業務だっていうふうに気づいてはいないので、どん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 そういった Excel だったりアクセスだっていうのが社内の中にあふれかえってしまう。そんなことがあるんじゃないかなと思います。そしてこれもうちの従業員に聞いて私もびっくりしました。不要なシステム、これなんで入力してるのって聞いたらですね、分かりません、なんかに使うんですよねって聞かれました。でよくよく調べると、いや一切使わないよと、何のために今までやってたんだろうね。そう、辞める決断というのもなかなか現場ではできませんし、引き継がれた方はそれが仕事だと思ってやります。そういった不要なシステムを見て、ある意味では辞めるという決断もできました。そして最後に、こういった業務フローを書くことによって、どこに個人情報があって、どこに機密情報があって、こういうのも洗い出すことができました。この個人情報に対してセキュリティ対策が実は施されてない、個人情報をコピーしまくれるねっていうような状況もありました。こういうことをしっかりとまとめることができました。これ簡単に言うとサイロ化してる状態だと思います。サイロ化って何ですかっていうと、部門部門でシステムが違うので、データがですね、こう右から左に簡単に移せないような状態、もしくは皆さんの会社の中にですね、生きてるロボットみたいな人いないですかね。あの人に電話番号聞いたらすぐに、あそこの会社だよとか、住所行ったらあそこだよってすぐ答えられるような人いると思うんですね。そういう頭にインプットされてるんですが、外に出てない、アウトプットされていないもの、そういった部門間の壁があると、どうしても業務が見えてきませんし、このデータが本当に正確なのかどうかっていうところも分かりません。こういった壁を打ち壊していく、フルにいろんなデータにアクセスできる環境っていうものを作っていきたい。で、業務改善というものを徹底してきました。ただ先ほど千葉様の方からもお話があったんですが、最初から 100% を求めると時間がかかります。そしてこれだけ世の中の変化が早くて、デジタル化のスピードも速いです。 2,3 年後には自分たちが求めているものとは全く違うものが出来上がってしまう可能性もあります。なので最初から 100% を求めるのではなくて、いろんなこと、今さっきの業務フローを見てもやることっていっぱいあるんですよね。小さく
スモールスタートでいろんなことをやっていく。そしてそのスモールスタートで失敗すると思います。いろんな失敗、弊社も小さな失敗から大きな失敗まで繰り返してきました。ただその失敗をすることで同じ失敗はしないようにするとかですね、失敗をしたら違うアプローチをしてみるといったところで、小さなスタート、賢い失敗という書き方をさせていただきました。こんなことを日々、まあ、2015年から今までですので約6年7年間こんなことをやってですね、やっと弊社どもの DX を推進するための一丁目一番地であるデータ活用というものができるようになってきました。で、このシステムがどうなったかというとこんな感じです。先ほどクラウドを活用しているとお話をしましたが、ほぼ会社のシステムはクラウド化をしています。 90% 以上ですね、すべてクラウド化をしています。で、唯一本社にはサーバーを残しています。これよくサーバーなくせばいいんじゃないですかっていうような話もされるんですが、ここは一つ皆さんちょっと頭をですね、自分の会社の中にちょっと考えていただきたいんですが、共有したいデータと保管したいデータ、この境界線が明確にありますっていう会社さんってなかなかないと思います。弊社はこの境界線をある程度明確をするためにあんまり使わない、本当に保管をしておきたいとかですね、社外からは一切アクセスしないっていうようなデータはファイルサーバー、会社のサーバーに入れといてくださいと。あと共有したいデータはクラウドで使うよというようなことで、この境界線を明確にするために会社にサーバーを置いております。すいません、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、まあ、こういったクラウド化をすることによって月額の利用料金というのが明確になってきました。そうです。コストの可視化もできるようになりました。例えば、まあ、弊社毎年毎年ですね、何かしら新しいクラウド製品を入れて、改善をどん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 進めてるんですが、今年は月額1万円かかる製品導入するよってなったらですね、社員全員で1万円のコスト削減しようぜっていうコスト削減の金額も明確になってきます。やはりそういったことでチームで動く、会社全体で考えて動く、1万円削減できないんであれば不要なもの、スイッチングコストで、例えばですけど雑誌撮ってるけど誰も読んでないよね、この雑誌をこっちに当てようよというようなことで、どん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 コストも見えるようになってきました。ここまでをまとめると、このデジタル化を進めていくにはスピードと変化を起こす、変化を待つんではなくて自分たちからどん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 変化をしていくということと、最後に諦めないことだと思っています。これ途中で投げ出してしまったら今までのやってきたことが何の意味もありません。とにかく諦めずに着々と進めていくというところが必要だなというふうに思っています。こんなことを繰り返しているうちに、ちょっと自分たちの会社ビジネス考えてみました。自分たちの会社のビジネスの固定概念だったり当たり前だったりっていうのをこう壊してみるというか、外してみるというか、今の焼肉フィットネスとかって流行ってますが、あれは実は顧客体験だと思うんですね。で、その顧客体験が今当たり前になってきているところで、この私たちの複合機のビジネスを考えていくと、ここにいる方ほとんど皆さんペーパーレスをしたい、これ皆さん共通のあれだと思うんです。でも私たちの仕事は、紙に出すっていうのをメインにしています。そうなった時に、うちの会社の有料顧客って何だろうなっていうふうに考え始めました。そう、ある意味カスタマーチャンピオン、うちのお客様のチャンピオンって何だろうなっていうことを考え始めました。その時にコピーいっぱい取ってくれるお客様、いっぱい使ってくれるお客様、もちろん売り上げが大きいですね。でもこれがペーパーレスを成功しました、ボリュームが減ります。その時に今までは有料的なお客様だったのに、その瞬間に有料じゃないお客様になる、これ本当に変な話だなというふうに気づき始めました。だったらお客様はペーパーレス成功したんだよ、うち業務改善できたんだよって言われたら、うちの社員はもちろん喜んでおめでとうございますと、もっと一緒に頑張りましょうっていうのが当たり前なんですが、
それ言われるとちょっと残念に思っちゃうんですね。うちの会社の売上減るなみたいな、それは違うなということに気づき始めました。でこれ実際うちの会社のシステムのキャプチャー画面なんですが、まあ自分たちが管理項目しているところの売上が毎日のように上がってくるんですけども、ちょっと簡単な例をお話ししますと、これお客様のちょっと画面なんですが、39期から今期に向かって右から左に数字が上がっています。これコピー用紙の年間の売上なんですが、年々下がってるんですね。これ私たちこのデータがなかったら、昔はこの売上下がった分どっかで取ってこいやっていう営業活動でした。でもそうじゃなくて、今はこのコピー用紙の売上が減っているんだったら、お客様はもしかしたらペーパーレス成功してるんじゃないか、もしくは他のところからコピー用紙買ってるんじゃないか、だったらここをしっかり聞いてこないとお客様のお役には立てないよねと。そう、手元に残ったデータで、このデータを利活用することでお客様の理解を深めることができるようになってきました。そして、まあこういったデータもですね、ボタン一つですぐできるようになってきています。でこれは、お客様と話をするときもそうですが、営業のメンバー同士で、お客様をどう攻略していくかっていうときに使ったりするんですが、こういったものは紙に印刷をして打ち合わせをしています。これ価値がある印刷だと思っています。お客様のために、会社のためにできる価値のある一枚、これはお客様にもぜひ価値のある一枚を印刷してもらえるような、そういった営業活動ができるように私たちは少しずつですが変化をしてきていると思っています。私たちのコア事業はコピーを売るというところから、お客様を変える、お客様の業務を変えていくっていうところに少しずつシフト転換できています。ただお客様を変える前に自分たちが変わる必要があります。その礎をこの業務改善で培ってきました。この改善で培ったノウハウをお客様に提供する、そしてうまくいったら一緒に喜ぶ、自分たちで成功したこと失敗したこと罪隠さずお話をして一緒に体験をする、一緒に成功体験を積んでいく、この顧客体験ができるようなところまで私たちは今少しずつ変わってきています。これが弊社の DX の推進の途中経過というような状況になります。はい、まとめますと、ビジネスが少し変わってきましたというところと、ポジショニングですね、お客様から弊社を見た時のポジショニング、コピー屋さんだったけどちょっと変わってきたよねっていうイノベーションを起こすことができました。そしてちょっと変わったビジネスもできるようになってきましたので、利益構造の再構築、こんなことができるようになってきました。最後にこれも手前どもの実は新規ビジネスとしてあります。弊社で今 DX 推進の無料診断っていうのをやらせていただいています。もしご興味がある方がいれば、この QR コード読み込んでいただくと弊社のウェブサイトに飛んでいきますので、問い合わせ内容の DX 推進無料診断チェック入れてですね、送信いただければ、手前どもの営業もしくは私の方からご連絡を入れさせていただきます。共にですね、この DX を推進していく、デジタル化を推進していく、そんな担いをですね、新しいビジネスとしてやってまいりたいと、そういうふうに思っております。拙い話になりましたが、次は渋谷レックスの渋谷セムにバトンを渡したいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。高橋社長にお話をいただきました。私もコピーの会社で DX 推進って一体どういうことなんだろうと思いましたけれども、納得いたしました。学ばせていただきました。さあ続いてもお話しいただきます。高橋社長もご紹介くださいましたが、福島市の渋谷レックス株式会社の取締役専務兼海外事業部部長の渋谷隆さんにご登壇いただきます。ご準備よろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。皆様こんにちは。私は渋谷レックス株式会社の渋谷と申しまして、本日は DX 推進セミナーということで、我が社のですね DX における取り組みをご紹介させていただきたいと思います。
まず発表流れでございますが、最初に会社の紹介を簡単にさせていただきまして、その後取り組みのきっかけ、また DX 化へのツール紹介、そして DX 化による実績、最後にまとめという流れでお話をさせていただきたいと思います。まず弊社でございますが、こちらオフィスでございます。場所がですね、福島県福島市の北矢の目でございますので、中央卸売市場のすぐそばに会社を構えております。設立は1957年でございまして、今第67期を迎えた会社でございます。弊社代表におきましては私の兄でございますので、兄弟で会社経営を行っております。また年商は34億円ということで、2022年9月末決算の数字でございます。また弊社横浜営業所も構えておりまして、そちらはまた別なビジネスモデルにちょっと展開するために立ち上げた営業所という流れでございます。次に会社の紹介をさせていただきますと、先ほど申した通り弊社は1957年設立であるんですが、始まりは1951年でございまして、第二次世界大戦後の戦後の闇市で、私の祖父がですね、福島駅前に食品を販売したのが始まりでございました。始まりとして菓子卸売業ということで創業しまして、今でも菓子の卸売業がメインでございます。その後ですね、1997年には社名を変更し、また私と今社長の兄はですね、2004年に会社に入社しております。その翌年1年後にですね、先々代社長で私の父がですね、急遽他界いたしまして、そこから、兄弟ですね、二人三脚的な形で経営を回してきたという状況でございます。で、2014年には弊社菓子卸売業だけじゃなくて貿易商社としても活動を展開し始めまして、今では輸出と輸入と両方各国に行わせていただいております。2018年に今の渋谷雄二社長が就任されまして、私もそのタイミングで専務取締役を拝命させていただきました。そこが一番我々の本格的 DX の取り組みスタート年度でございますので、約4年ですねのご説明をさせていただきます。また DX 化によってさまざまなビジネスは生み出したのですが、本日は DX への取り組みというお話でございますので、そちらを少々割愛しながら進めさせていただきます。弊社 DX 化の取り組みのきっかけでございますが、本当に些細なことでございまして、日報や報告書などですね、まず紙があまりにも多すぎるというのがですね、卸売業という業種はですね、製造業ではなく商品を仕入れて販売する業種でございますので、仕入れ先様であったりお客様が多種多様にいらっしゃいます。そうなるとやはり皆様ですね、紙でやり取りすることが非常に多かったので、まあ、そちらはまずは、なんでこんなに紙が多いんだろうということが率直に感じたきっかけでございました。またですね、情報の振り返りをするにもデータ化がされておりませんので、例えば2年前3年前の何かを振り起こすにしても紙で見直すという作業をしておりました。まあ、そこで情報を共有する術がないということで、ある意味個人商店化するというかですね、その人が持っている情報頼りになってしまうという会社経営を行っておりました。それだけでですね、感覚だけでやはりビジネスを継続できない危機感というものを感じまして、まずはまず2012年ですね、日報とグループエアを備えたシステムを導入させていただいたのが元々のシステムにおける始まりでございます。その後ですね、DX 推進をする前に環境としまして、まあ、我々社員一同ですね、そこに取り組むにあたって、まあ、どういったことをまずは自分たちで理解していくかという話になるんですが、すべて紙に書く、印刷する、また直接話をして案件を完了させる、データでの記憶と経験で決める、そして IT リーダーシップが醸成されていない、また過去のやり方にとらわれた発想と、社内にあるシステムというのは基幹システムのみということで、まあ、基幹システムは多分皆さん自社社内システムをイメージされていただければ分かりやすいのかなと思ってます。その中でですね、私としてはさまざまなツールを活用して企業として成長するために、このビジネス変革の必要性を社内に理解してもらうために、2012年からですね、約 5,6 年にわたってですね、社員の皆さんといろいろと話をしてきた状況でございます。2018年から本格的 DX 推進の取り組みスタートということで、ここからですね、我々の社内で DX 化におけるツールをどういうふうに導入していったかというものを一つ一つご説明させていただきたいと思います。またその進めにあたり、デジタルという部分では正直不便さをですね、何で解決するかという視点で始めていってますので、ちょっと一つ一つ細かくは説明が難しいんですが、ご説明させていただきます。まずですね、社員同士のやり取りをもっと効率的にしたいということで、LINE ワークスとチャットワークを導入いたしました。その後、日報だけでなくて、申請書や稟議書なども紙ではなくウェブで全て行いたいということで、均等を導入しております。さらにですね、請求書発行の時間がもったいないということで、本日、後ほどラクス様から講演いただきますけれども、楽々明細を導入し、活用しております。さらにですね、企業の予診管理というのはですね、多分、我々のような企業だと帝国データバンクさんだったりとか、商工リサーチさんのような、
そういったところを使ってはいたんですが、それですとなかなか、レスポンスがですねちょっと時間かかるというのもありまして、海外系のですね予診管理会社のクレディセーフというところを活用しておりまして、こちら全社員がですねアカウントを持っておりますので常に企業の予診管理が可能になっているという状況でございます。さらにですね人事制度があるんですが、こちらをクラウド化してさらに可視化したいということで、リアクというシステムを導入しております。また、労務管理ですね、こちら労務管理というのはなかなか昔からずっと会社として労務管理をやっていたんですが、紙ベースでやはりある部分が多かったので、スマート HR を導入いたしまして、でこちらスマート HR に関しましては我々今、例えば社員さんだったりパートさんにおいても面接の際にですねスマートフォンかパソコンを使えないとなかなか採用は正直厳しいですというお話をさせていただきながら、導入しております。全従業員は仕事に対して思うことを把握して働きやすい環境を作りたいということで月報というシステムを入れております。こちらはですね全従業員さんが、匿名じゃなくて実名で、なおかつ直属上司は見れない状況で、全て自由にコメントをかける、また仕事においても全て不満をですねそちらも入れられるシステムになっておりまして、それでアラートが鳴った部分に関しては直接対応するという形ですね。でさらにその対話におけるワンオンワンミーティングですね、こちらよくそれぞれの企業さんでもやられていると思うんですけど、例えば誰々君何時に時間取って、じゃあ座って最近どうみたいな、これは多分ワンオンワンミーティングの基本だと思うんですけど、これ自体やはり質も向上させたくてですね掛け合いというシステムを導入しております。人脈をすべて活用して仕事のチャンスを広げたいということで、我々卸業ですのでやはり人が人材がですね一番の我々にとっての財産でございますので、人につながった部分をどう会社で活用するかということで、オンライン名刺の33を導入しております。こちらは皆さんもご存知8の会社ですね。次にですね、我々海外貿易もやはり多岐にわたっておりますので、そちらの新規開拓をさらに効率的に進めたいということで世界コネクトというサービスがございます。こちらも非常に効率的な海外取引先を開拓するサイトになっております。電話応対にかかる時間を削減し、その仕事の質の高い仕事にシフトしたいということで、これはですね電話が質が低いとは言わないんですが、例えば一つの作業をやっている間に電話で仕事を止められる、この時点で正直仕事のパフォーマンスが下がるので、フォンデスクによる受電サービスを取り入れております。またですね接客応対、お客様だったりいろんな方が会社にいらっしゃるので、その方々に対してですね常に足を運び時間をかけるとなかなかまたそこで仕事を止めてしまうので、レセプショニストを導入しております。さらにですねファックスによる受注というものがあるんですが、卸売業はどうしてもファックスが多いので、それをアプリによる受注に切り替えたいということで頼むというアプリサービスを導入しております。さらにですね人の手で行っているものを RPA 化して属人化をやめたいということで、弊社ですね内製的にロボティクスですね、自分たちで RPA を操作できる状況と開発できる状況を整えておりますので、例えば去年やってた仕事が1年同じような作業をするものであれば全て RPA 化していくということで人の手をロボティクスに変えていってます。またですねどうしても人の手が急遽必要な場合がありまして、そういった場合にはですねアルバイトを手間なく採用したいということで、タイミーこちらを導入しております。それとですね報告関係ですね、こちら資料であったりで提出いただくことを今まで多かったんですが、それをクラウド化したいということで Google Workspace ということで活用させていただいております。次にですねツールというよりは社内的なですね取り組みになるんですけども、やはり紛失や作業ミスを防ぐためにファックスをやめてメールのみを推進しております。また個々の能力を最大に発揮してもらうためにですね、弊社ですね事務職とか営業職って前分けてたんですけど、これは全て分けずにフラット型にしまして全員総合職化しておりますので、どの方も同じような仕事のレベルをどういうふうに上げていくかということに皆さんにご説明しているという状況でございます。またですねやはり時間というところでございますが、こちらは業務棚卸しをそれぞれ行いまして、また会議であったりとかの時間のルールであったりさまざまなものをルール化しまして、時間の見直しをかけております。そしてですね最後に、こういったものをいろいろ取り組むとですね、今度働く場所のそのそれこそハード面がどうなんだという話になるので、弊社でですねオフィスを改装全改装いたしまして、それがですねこちらになるんですが、前はこういったちょっと汚れているようなオフィスにすみませんしか見えない部分もありますけれども、こちらをですね全くフラットに変えまして、天井を抜いてフリースペースにし、フリーアドレスにして、それぞれその場でさまざまなコミュニケーションを図れるオフィスに変えたということでございます。ここまでさまざまなツールを活用しながらも取り組んできた実績なんですが、過去5年ですね新規ビジネスの売上はですね現在年間売上の 48% まで比率が上がっております。取り組んだのが2018年でございまして、その当時15億か16億であったのが、今2022年9月で34億、また2023年9月で40億を予定しておりますので、人の増えはですね、全従業員含めて53名まで増えたものでありましたが、売上的には
213% アップということで、まあ、売上を基軸にした1人当たりの生産性は2倍以上にアップしたというのが結果でございます。最後にまとめでございますが、それこそ経済産業省さんがデジタルトランスフォーメーションの定義をこういった形で発信されている中で、企業はビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズをもとに製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織プロセス、企業風土文化を変革し、競争上の優位性を確立することということで、 DX 化というのはですね、私が感じるに IT やシステムを活用するだけのことではないと感じております。どちらかというとですね、そのビジネスモデルの変革のためにどういうふうに企業において変革をかけ、そしてそこで競争の中での優位性を獲得するか、これが一番の DX 化だと感じております。さらに弊社創業から70年を迎えるので、それこそいわゆる日本においては新規企業に入るんですが、新規企業っていうと新しいビジネスモデルの構築って結構並大抵ではないんですね。どうしてもやはり昔からやってるものを離せないというか、変えられないっていうのは非常に多い中ではございますが、実際にビジネス変革を求めたときにこういったデジタルを活用しましょうということだったりとか、さまざまなそういった環境を変えましょうということで結果を出すというのがある意味本当の DX 化なのかなというふうに感じております。ですので弊社もですね、いろいろとここ4年の中でこういうふうに取り込んできたものを弊社社員並びに従業員がですね、一生懸命理解していただいて、でまた新しいビジネスモデルを構築することで約売上の半分ぐらいはビジネス新規ビジネスに変わったというのが結果としての実績でございます。ささやな引っかかりが現在の状況となってですね、こういったセミナーに参加させていただきましたが、何か皆様にとってですね、きっかけになれば幸いでございます。本日はご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。渋谷専務にお話をいただきました。より良い会社の環境づくりで DX 推進をで、かなり目に見えて企業の売り上げも上がったということで、すごく説得力がありましてありがとうございました。さあ続きましては、県内事業者の DX をはじめ企業活動を行っていく上でさまざまな支援を行っています金融機関の東方銀行法人コンサルティング部副部長の富田和秀さんにお話をいただきます。ご準備よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。拍手お願いいたします。東方銀行の富田でございます。よろしくお願いいたします。諸先輩方の、大変ありがたい、お話の後で、多少緊張しておりますが、短い時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。本来であればこういう講演って一番最初に、アイスブレイキング的なことをやって、ちょっとつかみをつかんでっていうところなんですけれども、今日は時間がないんで早速、本文に入らせていただきたいと思います。なんで銀行がこの IT がっていうお話をまずさせていただきたいと思うんですが、まず銀行っていうと、ここに出ております通り、いわゆる預金融資為替っていう、本来、銀行大昔からやっているビジネスというところ、皆さん、取引先、事業者のお客様なんで、それ以外もあるよねっていうのはご存知かもしれないですけど、世の中多くの、皆さんは銀行っていうのはこういうことをやる会社だよねっていうふうに思ってらっしゃると思います。でも実は、今ここから大きく、もう随分前からではあるんですけれども、大きく変革をしていますというところです。下にこのプラスっていうところで、いろんなコンサルティングサービスというものをご提供させていただいております。地域のお取引先の皆様にいろんなサービスをご紹介をさせていただいてというところで、人材があったり事業承継があったり SDGs があったり、いろんな皆様のビジネスのお手伝いをさせていただいております。で、その中の一つとして、その中の一つとして、DX 支援といったところで、地域の皆様のお取引先の、DX、全然うち進んでないんだよねとか、どうやっていいかわからないんだよねといった、そういったお悩みに、お手伝いをさせていただくと、そういうビジネスをさせていただいております。
まあ、これは私ども今中継、まあ、3カ年の中継の2年目なんですけども、まあ、その中継でもまあ大きく歌っておりまして、まあ、地域 の, そのまあいろんな企業様のまあ発展というところにおいては、まあ、その IT 化というところはまあ切っても切り離せないよねというところ、まあ、全校で今取り組んでいるところでございます。で実際に、まあ、今日のテーマとしては、まあ、当社は DX でどう変わったかっていう話なんですけども、私どものパートでは、地域のどういうふうな推進をさせていただくか、いただいているかというちょっとお話をさせていただきたいと思っております。こういったその DX の推進っていうのを、お客様に対する DX の推進っていうのを本格的に始めたのは、2017年でございます。ただ、まあ、その前から、一部のお客様に対してはそういった支援をさせていただいていたんですが、まあ、本格的に、ご支援の方をさせていただいているのは、2017年からということになります。でこれまで、まあ、2020年からの数字になるんですけども2年半強ですけども、まあ、400件ほどの、まあ、実際には400件超えてますけれども400件強のお客様の、まあ、IT のお悩みですとかそういったところのご相談にのお手伝いをさせていただいているところでございます。で実際どういうふうな体制でやらせていただいているかっていうと、まあ、支店の担当者と、まあ、それから、今私が所属しております法人コンサル部というところの、この IT 推進の担当者と、まあ、2人でお客様のところにお邪魔をさせていただいて実際にお客様の、まあ、お悩みをお伺いしてこういうことを改善したいんだよなとかこういうふうに持っていきたいんだよなっていうと言ったところをお伺いしてでその結果じゃあこういうふうにした方がいいですよねっていうような具体的な提案を、まあ、後ほどさせていただくというふうな形で進めさせていただいております。で一番特徴的なのは、まあ、私ども、東方銀行のグループの中に、まあ、東方情報システムという、まあ、子会社があります。情報システムを皆様のところにお届けするというお仕事をさせていただく、まあ、子会社を通じて皆様のところにその IT のところを、まあ、ご提供していくと。で、そこに加えて、まあ、この東方情報システム、単独ではできないようなビジネスっていうのがいろいろございます。そういったところにつきましては大手の IT ベンダーさんですとか地場のシステム会社さんですとかそれから場合によってはまあいろんなコンサルティングファームですとかそういったところともまあ連携を取ってお客様の課題解決っていったところにまあ取り組んでいるというのが今の状態でございます。でここはちょっと抽象的なお話になるのかもしれませんけれども DX って何か、まあ、IT コンピューターを使って何ができるんだっけということをちょっと考えてみたときに、私はちょっと大きく、まあ、この緑色のコストカットという部分と、オレンジ色の、まあ、レベニューグロスというこの大きな2つの切り口があるんじゃないかなというふうに思っています。コストカットっていうのはいわゆる省力化だとか、省人化ですとか要は効率を求めるといったところ、まあ、そのために IT を入れるといったところそれからこのオレンジ色のレベニューグロスっていうのはどちらかっていうとコンピューターの力を使って例えば売上高だとか利益率だとかそういったトップラインを上げていこうというまあ大きく分けて2つの使い方があるんじゃないかなっていうふうに思っています。で実は私東方銀行には、の前職では IT の会社におりましてIT の会社に、まあ、約30年ほどおりました。で、最初の30年はどちらかっていうと、こういったその緑色の部分、効率化だとか、省力化だとかっていったところの、ビジネス、お客様の方のビジネスのお手伝いをずっとさせていただきました。このシステムを入れると、今まで1時間かかっていた作業が1分で終わるねとか、まあそういった、まあいわゆるその省力化っていったところを、緑色のところで、まあ、最初の10年はやっておりました。で次の10年は先ほどお話ししたようなトップラインを上げていきましょうっていう、ビジネスをしておりました。一番まあ、昔からある簡単な話でいうと要はデータを活用してそこから新しい知見を、見出してっていうところ簡単な例でいうとおむつとビールの理論ってご存知だと思いますけどいわゆるそのバスケット分析で
おむつのそばにビールを置いとくとビールがよく売れますと。要は、あんたおむつ買ってきてよって言われた旦那さんが一緒にビールも買ってきちゃうっていう、要はそういう、まあ、購買分析、バスケット分析っていうような、そういったデータを分析することによって、じゃあ、陳列はおむつのそばにビール置きゃいいよねとか、まあ、そういった話が出てくる、まあ、そういった一歩を、踏み出すことによって新しいビジネス、まあ、今のビジネスをもっとこう、発展させるっていうことができると、まあ、そういう意味でこのオレンジ色の部分っていうのがあるのかなっていうふうに思っております。まあ、こういったその、まあ、2つの、まあ、緑色とオレンジ色の経験を通して、今、東方銀行に席を置かせていただいて、皆様のIT 化、DX 化の、お手伝いをさせていただいているところでございます。つい最近アルゼンチンが、優勝して終わりましたけど、私その前いた会社が実は外資系の会社でして、で8年前ドイツが優勝した時に、ちょうどその時私の上司が実はドイツ人だったんです。で、ワールドカップの決勝の直後に、直後じゃないな、次の日にちょうどそのドイツ人とレビューがありまして、まあ、そのドイツ人がもう偉そうに、まあ、日本もよく頑張ったけどね、はははは、みたいな感じで、まあ、今回ドイツに勝って留飲を下げたんですけど、その時にドイツが、あの時ドイツのそのワールドカップの A 代表のチームがものすごく取り組んでいたのは、彼ら、まあ、ドイツ経済って一時期ずっと、まあ、日本も失われた30年とかありますけど、ドイツ経済もずっとちょっとこう斜めになってきた時代があって、彼らはその、まあ、IoT 4.0 とかインダストリー 4.0 とかっていって、データを活用してっていうところに非常に国を挙げて取り組んでいた頃です。で、その A 代表のサッカーの A 代表のチームのいろんな選手一人一人の動きを細かく分析して、で、じゃあワールドカップで勝つためにはどうするかっていうのを彼ら徹底的にデータを分析して、まあ、彼らのレベニューグロスっていうのは、まあ、ワールドカップで勝つっていうことでしょうから、まあ、そういったところにデータを分析するっていうことで新しい、一歩を踏み出したっていったところで、まあ、それだけではないですけれども、まあ、ドイツでいうとシーメンスですとか、そういった会社が、まあ、大きく飛躍することになったというところで、ドイツはこのいわゆる今日本で言ってる DX 化っていったところで大きく踏み出したっていうところは特徴的なのかなと思っています。で、そこの部分、まあ、ようやくって言ったら千葉先生がいらっしゃる前でちょっと大変失礼かもしれないですけど、日本も国を挙げて、DX 化っていうことで取り組んでいっているというところで、ここをチャンスに我々も大きく飛躍していくっていうことがようやくできる環境になったのかなと思いますので、ここをぜひ活用していきたいなというふうに思っております。で、DX 化を進めていく上で私重要なのが4つあるんじゃないかなと思ってます。で、先ほどのお話もありましたけれども、自社のビジネスを業務フローに細かく先出されていましたですよね。あれが一番重要だと思ってます。あれができることによってビジネスの実態を詳細に洗い出すことによって、どこを IT 化しなきゃいけないのか、どこに一番ボトルネックがあるのかっていうのが明らかになりますんで、ぜひそこを明らかにしていただいて、で、そこに対してこうメスを入れていくっていうふうなことを考えてください。そうしませんと余計なシステムだったり余計な機能だったり余計なお金を積み込んでしまうということになるんじゃないかなというふうに思います。それから人手でやれることとやっていいことは別です。私いっぱいいろんなお客様をお邪魔しておりますけど、これは別にシステム化しなくても今も事務員のうちの事務員すげえ優秀だから自分でやっちゃうんだよねっていうのは、それはそれでいいです。でも人手でやれることとやっていいことは別です。コンピューターの力を借りてできることであるんであれば、コンピューターの力を借りて、この優秀な事務員さんは事務の仕事ではなくて、もっと言うとさっきのオレンジ色のレベニューグロスの仕事をしてもらって、もっと儲かる仕事をしてもらうと、そういったところが重要じゃないかなっていうふうに思っております。それから先ほどもお話ありましたけども、導入計画をしっかり立てましょう。今日入れて今日やって明日すぐ効果が出るものではないですし、半年や1年で全てが終わるものではないです。3年5年っていう、まあ、ある程度のスパンを見据えて、今年は何をやって来年は何をやってと、
そういったところをしっかり計画を立てて取り組んでいくということが重要だと思っています。それからよほど大きな大手の会社さんでない限りは、なるべく自社の業務をパッケージに寄せていくということが私、非常に重要なことじゃないかなというふうに思っています。自社の、業務フローに合わせてシステムを作ってもらうというのは、それ一番使いやすいんです。使いやすいんですけれども、3年後5年後ビジネス環境が変わったときですとか、例えばシステムの更新の時期でバージョンアップしなきゃいけないっていったときに、パッケージを使っていれば非常に安い金額で新しい機能が使えるようになる、そういったメリットが絶対あるにもかかわらず、自社向けのシステムを作ってしまいますと、そういった更新の時期にそういった多額の費用を全部自社だけで負担しなくてはいけない、そういったことになってしまいますので、ぜひとも自社のビジネスをパッケージに寄せていくということを、考えていただきたいというふうに思います。これですね、本当は2時45分までに終わらせろって言われたんですけども、51分なんで、やめます。当校に、ご存在いただくメリットっていうのはいくつかあると思います。私どもその IT ベンダーではないんで、違う目線で IT 以外のその周辺のところも含めて、いろんな部分、ご案内できるというところが、特徴的なのかなというふうに思いますので、もしそういったそのご相談相手がいないということであれば、ぜひとも私どもにお声掛けをいただければと思います。短い時間でございましたが、今日、お話をさせていただいたこと、何か一つでもお持ち帰りいただきまして、ビジネスにお役立ていただきたいというふうに思いますので、本日はどうもありがとうございました。東邦銀行富田副部長のお話でございました。ありがとうございました。それではこの後休憩とさせていただきます。およそ10分間の休憩とさせていただきまして、午後3時から再開する予定でございます。午後3時から、はじめは IT 導入制度説明、 IT 導入補助金の概要と利用方法についてのお話がありまして、その後業務効率化に役立つツールを扱っている企業2社のプレゼンテーションとなりますので、どうぞ最後までご参加いただければと思っております。またご来場の皆様のお手元にありますアンケートへのご協力、ぜひお願いいたします。ご記入いただきましたアンケートは、お帰りの際出口付近のスタッフにお渡しください。またオンラインでご視聴の皆様、チャット欄においてアンケートの URL を記載しておりますので、そちらにご記入をお願いいたします。また会場後方にお茶とお水を用意しておりますので、どうぞご自由にお飲みください。それではここからおよそ10分間の休憩とさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。それでは福島県中小企業向け DX 推進セミナー再開いたします。引き続きご参加いただきましてありがとうございます。またオンラインの皆様もありがとうございます。それでは制度説明、 IT 導入補助金の活用法と題しまして、 IT 導入補助金事務局の佐藤匠さんにお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。皆様こんにちは。 IT 導入補助金事務局の佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回ですね、IT 導入補助金、IT 導入補助金の活用方法についてのご説明とですね、IT 導入補助金を使う使わないかかわらずですね、中小企業支援についてですね、さまざまな施策についても今回ご紹介させていただければと思いますので、もう少々お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。すいません、ではまずはじめになんですけれども、 IT 導入補助金とは何かというところで、本日ご登壇いただいた皆様からもですね、事例の紹介があったと思うんですけれども、実際に分かりやすくですね、 IT 導入補助金を活用いただいたらですね、どのような効果が得たのかっていうのをイメージしやすいような形で数字でご紹介させていただければなと思います。ちょっと事例になりましてですね、事業者の情報になるので、お手元の資料にはちょっと記載していただいていないのでですね、前方のスクリーンを見ていただければなと思います。
まずはじめにですね、宿泊業の事業者様なんですけれども、宿泊業でよくあるですね、予約の管理であったり部屋の調整という部屋割りについてですね、手作業であったり、紙での作業をしておりました。で、IT 導入補助金を活用していただいてですね、会計システムとフロント業務のシステムを連携させるようなクラウドシステムを入れていただいたことにより、今までですと手作業でやっていた部屋割りの作業というのが大体30分ほどかかっていたんですけれども、これが単純に5分に作業の時間がですね、削減することができたといったような効果が得られております。続いて介護業の事業者様なんですけれども、こちらはですね、施設の中にいらっしゃるお客様のとの健康状態であったり面談記録についてをですね、手作業等でやっていたんですけれども、こちらも IT 導入補助金を活用いただいてタブレットであったり、ツールをしていただいて全ての記録業務を電子化することにいたしました。そうすることによって労働生産性が削減されてですね、勤務時間についても削減することができました。またですね、通常の業務のみならずバックオフィスといったところでですね、経理業務につきましてもですね、今までですと一つのパソコンでしかできなかった経理業務といったところがあったんですけれども、クラウド型の会計ソフトを入れていただいたことにより、1拠点でしか今までできなかった作業が6つの拠点からもパソコンがあればですね、クラウド上で操作できることがなり、作業の効率化が図れたといったような形になっております。ここからですね、IT 導入補助金についての説明になりますので、お手元の資料3ページをご覧いただきながらご説明させていただければなと思います。 IT 導入補助金はですね、大きく3つの種類がございます。先ほどご紹介させていただいたですね、事例はですね、主に上の通常枠といった IT ツールをですね、導入していただくためにご利用いただく補助金となっているんですけれども、加えて今回ですね、インボイス制度も見据えた企業間取引のデジタル化といったところでですね、こちらの赤枠で囲っておりますデジタル化基盤導入枠についてですね、お得な補助金というところで今回ご説明をさせていただければなと思っております。またセキュリティ対策推進枠といったものについてもご用意しておりますので、こちらについてもご説明させていただければなと思います。でまず通常枠からなんですけれども、費用の2分の1最大450万円を補助させていただく形にしております。で業種に関しましては問わずですね、さまざまな業種組織に対応しており、 IT 事務局にですね、登録されている IT ツールであれば導入していただくことができます。でこの通常枠でポイントとなるのがこのポイントの4というところで、 IT 導入支援事業者、いわゆるベンダーさんとですね、タッグを組んでいただいて、申請サポートであったり手続きをしていただくというところがポイントになっております。で続いてですね、デジタル化基盤導入枠なんですけれども、こちらがいわゆる、今回ご紹介皆さんにさせていただきたいところで、このインボイス対応に特化した形の枠になっております。ポイントさんのですね、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、 EC ソフトに特化した形で今回ご用意させていただいております。補助率に関しましてもですね、4分の3ないしは3分の2といったですね、通常枠よりも補助率が高い形でご用意させていただいておりまして、 PC、タブレットなどですね、ハードウェアの購入費用であったりクラウドの利用料といったを最大2年間分ですね、ランニングコストの部分についても補助させていただいて、来年の10月から始まるこのインボイス対応というところに備えていただければなと思っております。またセキュリティ対策推進枠といったところでですね、こちらもサービス利用料の2分の1以内でですね、最大100万円の補助をさせていただいて、サービス利用料につきましても最大ですね、2年間分の補助をさせていただくような形でご用意しております。続いてスケジュールについてなんですけれども、こちら通常枠に関しましてはですね、もう今週の木曜日が締め切りといった形でもうちょっと間に合わない形になってしまうんですけれども、デジタル化基盤導入枠またセキュリティ対策推進枠につきましてはですね、来年の2月16日まで応募をさせていただくことになっております。ですので今回ぜひお話聞いていただいてですね、まずはデジタル化基盤枠とセキュリティ枠のところで応募していただければなと思っております。通常枠に関しましてはですね、この次年度の予算についてのところにも絡んでくるんですけれども、おそらく次年度のところも通常枠については引き続き、対応させていただいております。まだちょっといつから申し込みを開始するかというところは決まっていないんですけれども、準備が整い次第、ご案内させていただければなと思っております。で、それでですね、次年度の変更点というところではですね、同じく3種類の枠というところは変わらないんですけれども、通常枠とデジタル化基盤導入枠につきましてはですね、下限額の撤廃をしております。
安価な IT ツールでもですね、導入いただけるようにといったところで、補助額を撤廃をさせていただいております。それでそうしまして、通常枠に関しましてはですね、クラウドの利用料といったところで、最大2年分の保証をさせていただくといったところで、長期から皆様にですね使っていただけるようにといったところで、こちらも条件をですね、変更して、ご案内させていただければなというふうに思っております。続いてですね、先ほどご紹介させていただいた通常枠のところでもあった、この IT 支援事業者、いわゆるベンダーさんの選び方といったところでご説明させていただきます。何度も申し上げてます通りですね、今回、IT 導入補助金を使いたいよってなった場合にはですね、いわゆるベンダーさんと一緒にですね、パートナーを組んで、事務局にですね、申請をしていただくということが必要になります。じゃあどのようにしてこの IT 導入支援事業者を探したらいいのっていったところでですね、そういった検索の方法についてご説明させていただきます。お手元の資料ですと、今ちょっとホームページの画面しか映っていないので、もし、可能でしたら前方のスクリーンを見ていただければと思います。こちらが IT 導入補助金事務局のですね、ホームページになっておりまして、ちょっと見にくいんですけども、黄色の部分ですね、中小企業、小規模支援事業者の皆様といったところにマウスを当てていただいて、IT 導入支援事業者、IT ツールを検索クリックというところを押していただけます。そうしますと画面が展開されまして、大きく2つの検索方法があるんですけれども、まず1つ目、シンプル検索といったところで、茶色ボタンをクリックしていただいてですね、シンプル検索といったボタンを押していただクリックしていただきます。そうしますと、今回でいくとシンプル検索といったところで法人名、今回でいくとオービックさんであったらオービックといった形で入力していただいて検索をしていただくと、オービックさんのところは検索で出てきますし、またグレーアウトしてですね、検索された後グレーアウトされている IT ツール一覧といったところで、先ほど申し上げた通常枠なのか、それともデジタル化基盤導入枠なのか、セキュリティ枠なのかといったところの絞り込み検索等もできますので、ぜひ活用ください。また同じくですね、ラクスさんという形で、カタカナで入力していただいても同じような形で検索がされますので、検索された後はですね、グレーアウトになっている IT ツール一覧をクリックしていただいて、さらに、どの枠で検索するかといった形で絞っていただければなと思います。でまた詳細検索といった形でですね、同じく、ホームページからですね、クリックしていただいて、ID ツール検索ってところをボタンを押してもらいます。詳細検索についてはエリアごとの検索といった形になりますので、本日、福島県の皆様といったところで、福島県という形で入力していただいて、それぞれの項目ですね、デジタル化基盤導入枠なのか、通常枠なのかといったところをチェックしていただいて、インボイス制度に対応しているのか、どうなのか、クラウド対応のしているツールなのか、取り扱いの業種はどうなのかといったところで、今回これでいくと宿泊業にしてるんですけれども、宿泊業なのでチェックしていただいて、それぞれ検索していただくと、このような形で検索ができますので、ぜひご活用ください。また中小企業さんがご用意しているここからアプリといったツールについてもご紹介させていただきます。こちらもですね、先ほど同様、事務局のホームページと同様、検索するベンダーさんと事例をですね、検索することができます。こちらもですね、アプリ検索といった形で、右上にございますアプリ検索をクリックしていただいて、それぞれの業種であったり目的っていうところをチェックしていただきます。で、検索っていったボタンを押していただきますと、このような形で、アプリ、どのようなアプリが、どのようなアプリが、導入したらいいのかっていったところで検索することができます。また、IT 導入の事例といった形で、事例集についても検索することができます。同じくホームページのですね、上側に IT 導入事例といったものをクリックしていただいて、それぞれの業種であったり地域といったものをクリックしていただいて、検索をしていただくと、このような形でですね、実際に、どの枠で、活用していただいたのか、そして、導入の事例としてこんなことがあったよといったことを紹介している記事もこちらで検索できますので、ぜひご活用いただければなと思います。続いてですね、申請方法や留意点といったところでですね、ご紹介させていただきます。申請フローといった形はですね、このような全体的な流れとなっております。申請していただく皆様、中小企業の皆様に関しましては、この青色のラインでございまして、上の茶色の部分が IT ベンダーさんが一緒に伴走支援していただく形で、このような形で申請のフローになっております。で、一番最初に今検索していただいた形でですね、ベンダーさんを選んでいただいた後に、赤色の真ん中にございます交付申請、いわゆる申請の手続きをしていただけます。
で一番上のオレンジ色の、2つ目にあるですね、交付決定というものがいわゆる申請していただいた内容が OK だよというふうになって、事務局の方でですね OK だよといった判断ができてから、実際に IT ツールを導入いただいて、導入いただいた実績報告といったものをもう一度ですね、事務局に提出していただきますと補助金の額が決定して、補助金をいただけるといった流れになっております。でここでですね皆さんにちょっと本日留意点として覚えておいていただきたいのが、黄色の左側に書いてございます交付申請までに GBIZID の取得と書いてるんですけども、この GBIZID というものをまず取得していただかないといけません。ID の取得といった形でですね1日2日で登録できるのかなと思われるかもしれないんですけれども、こちらの GBIZID なんと2週間ほどかかる手続きが必要ですので、IT 導入補助金も活用したいなと思ってくださったらですね、ぜひこの GBIZID といったものをですねまず申請していただければなと思います。こちらの取得はですね IT 導入補助金以外の補助金でもですね国の他の補助金でも利用することができますので、ぜひこの GBIZ アカウントの取得といったところをですねご利用いただければなと思います。でよくですね申請のポイントといったところでですね申請って厳しいんじゃないのとかってお声をいただくんですけれども、通常枠につきましては、それなりにこう審査していくんですけれども、今回インボイス対応といった形でですねご用意させていただいているデジタル掛け版導入枠につきましてはですねどちらかというとこう意欲IT ツールを導入してですね業務を効率化したいんだであったり、インボイス対応に備えて IT 化したいんだといった意欲を重視して審査しておりますので、そちらをしっかりと書いていただけたらですねご利用いただけるよっていうふうに思っていただければなと思います。で最後にですねミラデジのご紹介といったところで、今回お話を聞いてくださってですねIT 導入補助金、申請したいなと思ってもですねそもそもツール何入れたらいいんだっけっていうお困りの方にですね、ミラデジ経営チェックといったものがございます。こちらスマホでですねミラデジと検索していただけますと検索で出てきますので、もうざっくり言いますともう5分間で簡単に経営チェックができるといったツールになっております。実際に利用者登録といったものをですね無料で登録していただきますとミラデジにリモート相談といった形ですね、リモートで専門家の方と面談できてですねどういったツールがいいのかこのような形でやった方がいいよなんていうところのサポートをさせていただけます。またちょっとリモートでの対応が苦手であったり嫌だなという方は事務局の方でもですね、電話番号コールセンターというものを用意しておりますので、ぜひ、気軽にですねお電話いただければなと思います。でこちらが実際にですねスマホでミラデジと検索してですねミラデジのホームページページに飛んでいただいた形で、実際に情報であったり、日々の業務に対する思いなどを入力していただいてですね、実際に、まあ、アンケート形式な形でこうクリックして選んでいただきます。そうするとですね結果としてですね、同業種同じ地域の事業者と比較しながらの数値が出てきますので、こういった形で今の現在のデジタル化に対する課題といったところを確認していただきながら検討いただいてですね、また用語説明といった形で横文字等多くてですねちょっと理解しにくいなというところに関しては用語説明についても一緒にですね出てきますので、そちらを見ていただきながらですね IT 導入補助金の活用についてご検討いただければなと思います。最後にですね、ミラデジのご紹介ということで、先ほどもですね、放映させていただきましたけれども、最後にミラデジのご紹介の動画を見ていただいてですね、私からの説明とさせていただければと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。デジタル化や DX という言葉をよく耳にするけれど、何をすればよいのかわからない。課題がたくさんありすぎて、何から始めればよいかわからない。そんなお悩みはありませんか？そのお悩み、ミラデジが解決します。ミラデジは3ステップであなたの会社の経営状態を可視化し、経営課題解決に向けた取り組みを無料でサポートします。まずはミラデジ経営チェックであなたの会社の状況を確認しましょう。簡単な質問に答えるだけであなたの会社の経営課題やデジタル化への取り組み状況を知ることができます。また同じ地域同じ業種の他企業の取り組み状況とも比較できます。現在の状況が分かったらミラデジ事務局の専門家に気軽に相談しましょう。専門家による丁寧なヒアリングであなたの会社の課題を整理します。今後取り組むべき改善策を一緒に検討していきましょう。改善策が決まったら
経営課題解決に向けて取り組んでいきましょう。お近くの支援機関やミラデジ事務局の専門家が引き続きサポートします。さあ、ミラデジであなたの会社の経営課題を解決していきましょう。まずはミラデジ経営チェックで確認。お気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。事務局の佐藤さんでした。ありがとうございました。先ほどからもお伝えしていますが、皆様にお配りしています配布資料の中にこちらのチラシございまして、 QR コードがございます。ぜひこちらで QR コードを読み込んでみてください。それではここからは企業のさまざまな業務効率化に役立つ支援ツールをお持ちの企業2社によりますプレゼンテーションでございます。はじめに株式会社オービックビジネスコンサルタント営業本部広域営業部仙台支店第一チームチーム長矢部圭作さんからお話をいただきます。それでは矢部さん、よろしくお願いいたします。はじめに本日はこのようなプレゼンテーションの機会をいただきまして誠にありがとうございます。先ほどご紹介に預かりましたオービックビジネスコンサルタントの矢部と申します。我々のプレゼンテーションパート10分と短い時間ではございますが、お付き合いいただければ幸いでございます。短い時間なので早速ですね、本題に入らせていただきたいと思います。はい、でまずはですね、会社の紹介からさせていただければと思っております。我々ですね、略称 OBC と呼ばれておりまして、勘定奉行の OBC にお任せあろといったような CM で皆さん目にしたこともあるのではないでしょうか。本社はですね、東京になるのですが、北から札幌、仙台、南は福岡まで、全国に拠点を構える、設立1980年の40年以上ですね、このパッケージ、業務ソフトパッケージ一筋で、やっているメーカーで、ございます。はい、基本的にはですね、直接販売といったようなものはしておらず、地域のパートナー様からご購入いただく形態を取らせていただいております。はい、ここでですね、我々の右下にあります奉行ブランドの動画を一つこう皆様に見ていただきたいと思います。こちらは我々の思いでもありますので、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。伝統とはすなわち革新の歴史、良いものを受け継ぎつつ、お客様の満足のために常に新しいものを取り入れ進化し続けること。歌舞伎をモチーフにした奉行には、そんな日本の文化、日本のものづくりへの思いが込められています。私たちは40年以上お客様の声に真摯に耳を傾け、常に新しい業務の在り方を追求してきました。そして今、次世代の業務スタイルを作ることで、お客様がビジネスにより集中できる環境を提供すべく取り組んでいます。これまで積み重ねてきた業務知識と AI、RPA、ビッグデータといったテクノロジーを業務クラウドに融合させ、すべてのデータが自動でつながり、企業の業務が自然に流れる。システムが人を支え、呼びかけに応えてアシストする。データが自動的に集約され、業務スタイルが変わる。人と人がリアルタイムにつながり、ビジネスが加速する。そんな未来の業務を提供したい。世の中がどう変わっても、世界に通じる日本品質のものづくりの精神で、新たなテクノロジーを取り入れ、業務にイノベーションを起こし続ける。奉行クラウド、今までも、そしてこれからも。
ということでですね、動画を見ていただきましたが、我々はですね、奉行シリーズを通して企業のあらゆる業務の効率化を実現して働くすべての人が気持ちよく働ける環境づくりをサポートするクラウドソフトウェアベンダーでございます。簡単にでございますが、導入実績としましては全国69万社のお客様への導入実績がございまして、サポート体制なんかもですね、300席以上のサポート体制を設けておりまして、業界としては最大規模なのではないかなと感じております。またですね、外部機関の顧客満足度調査といったようなところでも4年連続ナンバーワンをいただいておりますので、皆さんに安心して製品を提供できるような環境づくりに日々勤しんでおります。はい、ではですね、早速我々のツールのご紹介をさせていただければというふうに思っております。非常にですね、多くの製品名並んでおりますが、先ほど IT 導入補助金のお話もありましたが、すべて IT 導入補助金には対応しているというふうに思っていただければ幸いかなというふうに思っております。会計ソフトである勘定奉行を中心にですね、給与ソフトである給与奉行、はたまたこう人事管理ソフトである人事奉行、資産管理である固定資産奉行、請求書発行等ができる商いクラブ業と、コアなクラウド奉行シリーズがございまして、さらにはですね、勤怠管理を電子化できる勤怠管理クラウド、給与明細電子化ができる給与明細電子化クラウド、年末調整の申告書が電子化できる年末調整申告書クラウド、請求書の発行が電子化できる請求管理電子化クラウドと、非常に多くの製品をですね、ワンメーカーで開発しているベンダーでございます。もしですね、何か気になる製品等ございましたら、お近く の販売代理店様にお声掛けをいただければ幸いでございます。ここからですね、大きく2つほど皆様にトピックスといったような形でご紹介をさせていただければと思っております。我々ですね、二大改正とも呼んでいるのですが、2023年10月、インボイス制度が開始します。またですね、2024年1月、電子帳簿保存法が完全義務化されます。インボイスの発行要件であったり、電子帳簿、いわゆる電子データできたものの保存要件であったり、非常にですね、煩雑化することが予想されます。はい、これをですね、我々であれば販売管理であれば商い奉行、電子帳簿保存法であれば勘定奉行で完全対応といったようなところを謳っているメーカーでございますので、もしご相談事があればですね、弊社のホームページを覗いていただければ幸いかなというふうに思っております。これはご提案にはなるのですが、まず一つですね、インボイス対応に向けて請求管理の電子化、ここからやってみてはいかがでしょうかといったようなご提案になります。基本的にはですね、販売管理システムはメーカー問いません。そこからデータをいただいて、請求管理電子化クラウドで請求書を電子発行するようなシステムがございます。またですね、入金管理であったり、入金消し込む債権管理、ここと連動して、さらに会計データにつなげることで、請求書発行から会計と、すべてアナログ作業がゼロになるといったようなことも、我々ですね、しておりますので、ぜひ覚えておいていただければ幸いかなというふうに思っております。はい、続きましてですね、こちら、労務管理の方になっております。労務管理につきましても課題というものは非常に多くあるのかなというふうに思っております。まずは経営層の課題からするとですね、優秀な人材の把握であったり、人材の定着離職防止といったようなところで、我々ですね、人事データを一元管理できるソフトを持っておりますので、そういうもので逐一チェックできてすぐ活用できるような体制だとか、あとは総務担当者の課題としましては、例えば給与明細の配布に時間かかってるよとか、年末調整の配布に時間かかってるよといったようなものをすべて電子化をして、またですね、役所に届ける電子申請ですね、こちらもわざわざ行くのではなくて、自席から電子申請するような形も我々の方でシステムとしては可能でございます。またですね、従業員さんの課題としましては、年に1、2回ある書類をですね、非常に記載に手間がかかってるんだとかですね、また申請書類をいちいち紙で提出しているよといったようなところも、ペーパーレス化していただくことで、いつでもどこでも手続きができて非常に楽になると、こういったような形に我々のクラウドを使っていただくと、こういう変革が起きるんだと、こういったようなところをご認識いただければなというふうに思っております。最後にですね、簡単にお客様の声、導入事例を3社ほどご紹介をさせていただきます。ちょっと企業名は、伏せさせていただきますが、一つはですね、建設業の A 社と書かせていただいたのですが、やはり導入前に関しましてはですね、現場に直行直帰で、行きますので、時間管理が不徹底であるとかですね、
あとは高齢者が非常に多いので、デジタル化に不安があるといったようなお声なんかも非常にいただいていたんですけど、まあ、我々のですね、携帯打刻ツールとかも導入いただいたら非常に分かりやすく、現場社員も高齢者の方も非常に慣れて打刻できるようになりましたよとかですね、また勤怠管理ソフトになりますので、作業日報とかを見て月末になったら勤怠を締めて残業時間が分かるのではなくですね、タイムリーに残業時間とかがこう分かるようなシステムに変えれましたといったようなお声掛けをいただいております。またですね、建設業様に関しましては労基法改正ですね、この猶予期間があと 1,2 年といったようなところ迫っておりますので、残業の上限規制なんかも見据えて非常にこの勤怠管理のお話が多くなってきております。続きましてですね、製造業の B 社様の事例をご紹介させていただきます。こちらはですね、年末調整の申告書業務のプレッシャーから解放と書かせていただいたのですが、今ですね、絶賛やられている企業様も多いんじゃないかなというふうに思っております。年末調整に関しましては、扶養控除申告書、保険料控除申告書、住宅借り入れ金、非常に多くの書類を記載する必要がございます。それをですね、一つこう電子で配布をして、電子で回収して、そういうふうなこうシステムを導入していただくと、申告書の配布から回収までが一気にシステム化されて、楽になりましたといったようなお声がけをいただいたりとかですね、あとは従業員様からも非常に多くの質問を紙だといただいてたんですけど、システムのヘルプ機能によってそのあたりの問い合わせというのが非常に激減しましたよといったようなお声がけをいただいております。でまたですね、こちらも時間と場所を問わず申告ができるようになりますので、非常にこう年末調整、今まで大変だったのがそこまで大変じゃなくなりましたといったようなお声をいただくケースが多くございます。はい、最後にですね、C 社卸売業と書かせていただいたのですが、こちらはですね、請求書の電子化で作業時間を大幅削減といったような、ところになりまして、やはり卸売業さんとなると非常に請求書の発行枚数も多いといったようなところが業界の特徴で、ございます。で一つですね、こう毎月の請求書の印刷仕分け、押印、封入、封刊、投函、郵送、このあたりが非常に担当者の負担になってましたと、こういったようなところと、請求書の送付ミスだったり到着遅れ、このあたりが非常に心配でしたといったようなところから、まあ、我々の請求管理電子化クラウドを導入いただきまして、請求書の印刷仕分け、押印、封入、封刊、このあたりの作業時間がゼロになりましたといったようなお声掛けをいただいたりですね、請求書の自動メールになりますので、送付ミスだったり到着遅れといったようなところからの心配はもう解放されましたといったようなお声掛けをいただいております。今回ですね、3社ほどの簡単な導入事例をご紹介をさせていただきましたが、もっともっとですね、導入事例は多くございますが、ピックアップとしてこの3社をご紹介させていただきました。最後にですね、やはり少子高齢化だったり、労働人口の減少だったり、そのあたりをですね、やっぱり回避するにはですね、こう DX 化といったようなものが必要不可欠であると、こう我々としても思っております。こちらのですね、導入事例等をきっかけに一つでも皆さんのお手伝いができれば幸いかなというふうに思っておりますので、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。以上で、オービックビジネスコンサルタントからの、お話は以上とさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。いろいろご説明をいただきました。ありがとうございました。続いては2社目になります。株式会社ラクス楽楽生産事業統括部営業統括部の山本裕太さんからお話をいただきます。今準備をしていますので少しお待ちください。準備が整いましたね。はい、それではよろしくお願いいたします。どうぞ拍手をお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社ラクスの山本と申します。よろしくお願いいたします。本日弊社の方からですね、楽楽生産のご紹介ということで、10分ほどお時間をいただきましてお話をさせていただきます。でまず弊社のご紹介と、私自身の自己紹介ということで簡単にお話をさせていただきますけれども、私はですね、2018年にこの会社に入社しまして、楽楽生産の担当ということで、まあ、大企業様、中堅企業様、中小企業様問わずにですね、業務改善のコンサルタントとして経費精算システムの導入であるとか ご検討の方に携わらせていただいております。
弊社のご紹介というところになりますけれども、弊社は設立から今20年を迎えた会社になっております。従業員数としては約1900名、単体としては約1000名の規模になっております。弊社が提供しているサービスの一覧でございますけれども、楽々生産であるとか、渋谷レックス様の方にもご導入いただいている楽々明細のようなバックオフィス系の業務ですね、の改善ツールというのを提供させていただいております。本日登壇されていた皆様の方もおっしゃっていただいたようにですね、企業の生産性の向上というところが現在求められております。でその背景として3つの要因があるかなと弊社としては思っておりまして、1つ目が働き方改革関連法案の施行、2つ目が DX への対応、3つ目が内部統制の強化というところでございます。で1つずつちょっと簡単にお話ししていければと思うんですけども、こちらはご存知の通りかと思いますが、働き方関連改革法案の部分というのは、残業時間の上限規制であったりとか、あとは5日以上の有給取得というところが義務化されております。でつまりですね、各企業様はこれまでより短い時間で同等の成果というところを出すのを求められているような状況でございます。次に DX の推進というところなんですけども、こちらは今日皆様の方ですでにお話があった通りかなと思いますので、簡単にだけお話しさせていただきますが、テレワークへの対応であったりとか、社会的評価という部分で、国としてもですね、DX の推進というのを非常に強化しておりますので、そこの部分での柔軟な働き方に対応しているというのが社会的な評価につながっているような状況でございます。で最後に、内部統制の強化というところなんですけども、この部分はですね、先ほどの社会的な評価という部分にも関係してまいりますが、外部からの監視の目というのも年々やはり強くなってきておりますので、こちらに書いてあるような内部統制のガイドラインみたいな部分も含めてですね、業務の有効性とか、効率性というところはもちろんでありつつも、財務報告の信頼性であるとか、企業のコンプライアンスというところがより一層ですね、重視されているような状況かなと考えております。でこのようにですね、さまざまな要因で、企業の生産性の向上というところが求められているんですけども、数あるそういった社内の業務の中から、弊社としては、経費生産業務の効率化というところを皆様にご提案をさせていただいております。でその理由としてですね、経費生産という業務自体が、関わる人数が多い、また利益を生まないのに時間とか工数がかかるというようなところで、全体の全社レベルでのですね、生産性を押し下げるような要因となっているからでございます。で実際にですね、弊社調べではあるんですけども、経費生産のシステムを導入して、業務効率化を図るような企業様というのは年々増加傾向にございます。とはいえですね、デジタル化に至るまでの多くの課題がある中で、対応したくてもですね、なかなか難しい企業様というのも多いんじゃないかなというふうに想定をしております。で例えばですけども、システム導入の経験がないであるとか、何から始めていいかわからないとか、自社の運用でシステム化できるのか不安なのか、というようなところでございます。そういった課題に対して弊社は楽々生産を通じて各企業様のデジタル化の推進をお手伝いをさせていただいております。で今日ご紹介する楽々生産なんですけども、現在1万社を超える法人様に選んでいただいているクラウド型の経費生産のシステムになっております。楽々生産ですね、どういう製品かというところを簡単にお伝えさせていただくと、領収書をスマートフォンで撮影して金額とか日付、こちらを自動入力する機能であったりとか、法人用のクレジットカードとのデータ連携、あとは仕分けを自動作成して、勘定奉行さんをはじめとするようなですね、会計ソフトにデータ連携するような機能がございます。ですので、経費生産の入り口から出口まで一元的に管理・効率化できるようなツールとなっております。で先ほど申し上げた受領した領収書であるとか、なしは請求書のところですね、こちらに関しては電子帳簿保存法にも対応しておりますので、受け取ったものを紙で保存するんではなくって、電子で保管していくことで、ペーパーレス化を図るような部分というのもお手伝いができる範囲になっております。で先ほど申し上げたような、そのスマートフォンで撮影する機能という部分についてなんですけども、こちらについては、タイムスタンプを付与する機能というのもご用意しておりますので、
まあ、こちらを使うことで写真で撮ったデータというのが電子帳簿保存法対応のデータというふうに見なされる仕組みになっております。でこの技能を使うことでですね、撮影した領収書のデータというのが原本になりますので、まあ、紙の領収書というのを現場の方から経理の方に集めていくであったりとか、それを管理ファイリングする手間というところもなくしていくことができるようになりますので、まあ、こういったところからもですね、生産性の向上、業務の効率化というのは進めていただけるような状態になっております。で最後に今後の対応の部分にはなってきますけれども、インボイス制度への対応というところについても少しだけお話をさせていただきます。楽楽生産の方ではですね、どちらかというと受け取ったインボイスに対しての効率化、業務効率化というところのお手伝いになってまいります。具体的な機能としてはですね、運用補助の機能としてインボイスに今後記載が出てくるような適格請求書発行の事業者番号ですね、こちらの部分を先ほどの電子帳簿保存法対応のパートでお伝えした OCR の機能ですね、こちらを用いて自動的にシステム上に読み込んで国税庁のデータベースの方にぶつけに行くような、まあ、そういった機能というのも搭載していく予定になっております。こちらができることでですね、受け取ったインボイスの発行事業者というのが、まあ、国に登録された事業者なのかどうかという部分を手作業で確認する必要がなくなってまいりますので、まあ、今後インボイス制度が開始されることで、受領者側の負担が増加するという予想がされておりますけれども、そこの部分についてもしっかりとですね、お手伝いをさせていただけるような状態になってきております。はい、ということでここまでいろいろと楽々生産の機能であるとか、これが求められている背景という部分についてお話をさせていただきましたけれども、まあ、こういったですね、クラウドの製品を活用することで手作業でのミスをなくしたりであったりとか、会社でないと業務ができないであったりとか、単純作業によってこう生産性が失われているであったりとか、そういった多くの企業様に共通するですね、課題というのを解決していけるのかなというふうに考えておりますので、まあ、今日のようなお話聞いていただいてですね、ご興味がある方はぜひお声掛けの方いただければなと思っております。はい、ということでお時間になりましたので、以上をもちまして弊社のパートを終了させていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。山本さんでした。ありがとうございました。プレゼンテーションを皆様にお聞きいただきました。本日のセミナーもそろそろお時間となりました。DX の基本の学びから、また推進の実現に向けて、さまざまな視点からのお話をお聞きいただきました。企業の向上に役立てていただければ幸いでございます。最後にご来場の皆様にお願いがございます。お手元にありますアンケートへのご協力をお願いいたします。ご記入いただきまして、アンケートは出口付近のスタッフにお渡しください。またオンラインでご視聴いただきました皆様にはチャット欄におきましてアンケートのご記入をお願いいたします。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。また本日のセミナーの内容は1月8日付福島民報朝刊でも掲載となる予定です。 YouTube でも公開の予定でございますので、 DX の取り組みの参考にしていただければと思っております。本日は長時間にわたりましてご参加いただき誠にありがとうございました。またオンラインでご参加の皆様も誠にありがとうございました。会場の皆様はどうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日はありがとうございました。